ずっと待ってるのに、誰も練習室に来ないな。ホッケーの言う通り、他のみんなも暁とかナイツとかのよそのユニットに移籍しちゃったのかな。あっけないもんだな。仲間を集めて一緒に頑張って大事に絆を紡いできたつもりだったけど、こんなにあっさり空中分解しちゃうなんて。家族よりも誰よりも信頼し合って一致団結してる素敵なユニットだったのに、そう思ってたのは俺だけだったのかな。現実的に考えればホッケーたちの判断は正しい。フィーネも暁もナイツも夢の先学院ではトップクラスのユニットだ。そこに所属した方が将来のことを考えたら有益だ。お遊びでやってるんじゃないもんね。みんな本気でアイドル目指してこの学院に入ったんだから。未来のことを考えればトリックスターなんてポットでのユニットより実績があって優秀で業界からの評判も高いとこに身を置いた方がいい。軍資金だって豊富だし、コネもある。人材も何もかも充実してる。アイドルとしての技術を磨くには最高の環境だよ。トリックスターよりも他のユニットで活動した方がアイドルとしての自分にとってプラスになる。こんな防音練習室を借りるだけで負けたら赤字になっちゃうような弱小の貧乏なところよりも、もっといい環境で練習とか活動した方がずっといい。生徒会長も言ってたもんな。青春は短いって。ホッケーたちは大人の判断をしたんだ。卒業後のことも今後のアイドルとしての人生についてもきっと俺も考えるべきなんだ。いつまでも夢を見てないでちゃんと現実と向き合うべきなんだ。
革命ごっこで時間を無駄にするよりも着実にスキルアップした方がいい。賢明な判断だよ。いつまでもグズグズしてる俺がバカなんだ。短かったな。もっと楽しみたかった。青春を満喫したかったよ。キラキラした時間はあっという間に終わっちゃった。三日天下だったな。S1 で勝ってほんの一時でも学院を変えられたんだ。俺たちは大したことをしたんだって思えた。それだけで俺たちは過保者だったんだ。それ以上は求めちゃいけなかったんだ。 S1 での勝利を、あのキラキラした舞台を幸せな思い出にして。俺たちは大人になる。生々しい現実を生きていく。そうするべきなんだ。きっと俺もみんなそうやって大人になるんだ。でもさ、ホッケ、ウッキー、サリー、俺たちまだ子供じゃんか。夢を見てもいいじゃん。そう思ってるのはやっぱり俺だけだったのかな。また元通りだな。佐久間先輩の言う通りだ。動いたと思った時計の針が強引に引き戻されちゃった。昔ホッケーたちに出会う前に逆戻りだ。俺はまた一人ぼっちになっちゃったよ。明け星。ああ、びっくりした。あれ、ちいちゃん部長、どうしてここに？部長なんて水臭い肩書きをつけなくてもいい。ちいちゃんだけでいいぞ。俺とお前の仲じゃないか。
俺とお前の仲ってただの部活の先輩と後輩でしょ。っていうか、この防音練習室はトリックスターの貸し切りだよ。関係者以外は立ち入り禁止って、もう関係者は俺だけなんだけど。どうしたどうした、ため息なんてついて。そんなのは明け星らしくないぞ。もっと輝いていろ、太陽のように。そう、お前は俺の太陽だ。うるさい上に暑苦しいな。何か用ですか？俺今ちょっと考え事してるんですけど。慣れない敬語など使うな明け星。もっと兄のように父のように俺のことを慕ってほしい、愛してほしい。俺はいつでもウェルカムだ。じいちゃん部長は相変わらず気持ち悪いな。そうか、明け星は相変わらず可愛いな。ともあれおほん、そんなヨタ話をしに来たわけではないのだ明け星。真面目な用事があるにはある。ちょっと話をさせてもらっていいか？別にいいけど、どうせ他にやることないし。話って何なの？今日の朝練でお前やイサラの様子がおかしかったのでな、個人的にいろいろ調べていたのだ。我が流星隊には調べ物の専門家がいるしな。どうも何やらきな臭い陰謀に巻き込まれたようじゃないか明け星。だが安心しろ、この俺が来たからにはもう安心だ。明け星の憂鬱を吹き飛ばしてやる。俺は燃えるハートの森沢千秋、この夢の先学院を守る正義の味方だ。よくわかんないけど、落ち込んでる時にこう暑苦しいテンションで来られると、正直ちょっとうざいな。でもまあ別に悪い人じゃないしな、じいちゃん部長は。真面目な用事って一体何なんだろう。